本来盆栽ってちょっと長い時間をかけて作っていくものだというふうに、考えてらっしゃるんですけれども、私はそれを創作盆栽、まあ、いろんな木を、一つの、オブジェに、寄せて植えることによって一個の、大きい作品ができるっていうものをパフォーマンスで見せる、そういう活動をしております。ファッショナブルに盆栽かっこいいと思っていただきたい。2020年には東京オリンピック・パラリンピックがありますので、その時に、何らかの形でこの盆栽パフォーマンスっていうのを世界中の方々に披露することが目標です。はい。